しっかり上から押さえてください。金槌で予定通りの20ミリ以上ですね。はい、ではそれでは、実際に、穴の保存のメス側の、方から、開けていきたいと思います。で、のみで掘っていくこともできるんですけど、まずは、インパクトドライバーもしくはドリルドライバーである程度、穴を開けてあげてから、それからのみで掘っていった方が効率的かということで、そういう方法をちょっとご紹介します。まず今回使おうと思うのはこの6ミリのビットですね、がまあたまたま、今持っているものなので、それに合わせて使っていくというような形になります。で、こういう、センターファインダーでかつドリルをまっすぐ穴を開けれる、こういうものを、ちょっと自作で、作っています。わかりますかね。ここに、穴をこの、板のちょうど中心に、穴を開けて、ここにスペーサーを入れています。直径、この内側の直径が6ミリ、まあ6ミリもしかすると6ミリちょっと以上はあるかもしれないんですけれども、こういうスペーサーがホームセンターに売られていますので、それを木材の中に埋め込みました。で、ここに2本こういう柱を立てます。それをこういう風にカチッと合わせてひねってやると、端から端までの距離が同じになります。このままこういう風に動かしてやると、一直線の線で、穴が開けることができますよ、という形のものをちょっと自作しました。で、まあ、これがなくても、しっかり狙いを定めて、穴を開けていったら、できればできるんですけれども、こういう、今回、同じ穴を4個開けます。そういう時には、一応こういう効率的なジグがあった方がいいですよ、という形で、まあ、ちょっと参考までにちょっと作ってみました。はい、こういう形で、いくつか、その、材料の幅に合わせて、変えられるように、ちょっと穴がいくつか開いています。はい。では、どこまで掘ったか、20ミリの穴を、掘りたいんですけれども、実際保存の長さが20ミリなので、それよりちょっと大きめ、深めに掘っておきます。で、今回はこのスペーサーを当てて掘っていきますので、5ミリ掘ることにしましょう。25ミリプラス、このスペーサー、この、センターファインダーが、16ミリの厚みで今決まってます。そうすると25ミリプラス16ミリ、合計41ミリ。この先端のこの横の羽から41ミリのところにマスキングテープを巻いて、それでストッパー代わりにしてあげます。測って、41ミリですね。はい。こういう形でぐるぐるぐると巻いて、はい。で、ここにこう合わせると、ちょうどこれが25ミリぐらい、出るような形になりますね。はい。ということで、じゃあこれで実際に掘っていきましょう。このセンターファインダーをこう合わせてガイドですね、こう移動してやります。そうすると中心に穴が開けれるというような形になります。はい。それでは、ちょっと補足になるんですけれども、このビットはどんなビットを使ったらいいかという話になるんですけど、できたら先がこう尖ったもの、もしくはネジ式のものを使ってもらったらいいかと思います。なぜかというと、これ連続して穴を開けていきたいんですけれども、先がこう円錐状になった鉄鋼ドリルだと、どうしてもその初めに開いた穴に逃げてしまいます。なので、しっかりこの先端で捉えられるという、こういうネジ式のビット、もしくは尖ったビット、木工用ドリルですね。で、やってもらったら、一番穴が開けやすいというような形になります。では、実際に開けていきましょう。まずは、このファインダーの上から覗いて、線のギリギリだとちょっと都合が悪いので、ちょっと、この端から少し内側を狙って、ちょっと穴を開けていきますね。はい、では行きます。しっかり上から押さえてください。で、マスキングテープのところまで行ったら、もうそれ以上は掘りません。で、抜いていきますね。そうすると、まあ多少の誤差はあるかもしれませんが、こういう形で内側に穴が開きました。では、同じように
その上から覗いて穴をずらしながら、一個一個ちょっと開けていきましょう。こういう形で連続して穴が開きました。最後ですね、このできたら、ほぞから飛び出ないように少し内側で止めてやります。しっかり上から、このガイドを押さえてやるのが大事になります。はい。今、綺麗に3連続した穴が開きました。これをあとはのみで落としていってやりましょうという算段です。じゃあ、これも、繰り返していきます。はい。では、このように穴が開きました。で、この、ドリルで開けた穴に対して、今度、こののみを使って、穴を掘っていきます。はい。では、こののみが、6.5 ミリの幅なんですけれども、まあ、こののみ、この穴の幅、ぴったりの、のみがあったら、まあ、本当は一番いいんですけど、そうですね。それより若干ちょっと小さめのもので、今掘っていきます。はい。では、まずさっき、毛引きで、印をつけたこの線にのみをピタッと当ててみます。そうすると傷がもうついているので、しっかりこのようにはまる形になりました。ただ、ここから掘り始めるのではなく、ここから若干、この穴の内側、1ミリぐらいですね。この1ミリぐらい内側から掘っていきます。で、実際じゃあその穴の1ミリのところにどうするかというと、この溝、にピタッとはめて1ミリとやると人間なかなかこの場所が定めにくいです。なので、のみを歩かせるというんですけれども、このピタッとはまったところから左足、右足とこういうふうに片方ずつこういうふうにのみを歩かせて動かしてやると、場所が定めやすいと思います。はい。では、一回ここでのみを入れてみましょう。で、ここで大切になるんですけれども、この横から掘っていくのではなく、必ずこの縦から掘っていきましょう。このこっち側の縦のこの幅から決めていきます。そうじゃないと、いきなりこの横からのみを、まあ、例えばですね、こういうふうに入れてしまうと、繊維が断裂してしまいます。なので、このつながった木の繊維を、まずはこう、切り落としてやってから、それからこの横を掘るということを心がけてください。これが順番がすごい大事なポイントです。はい。では実際にやってみましょう。のみを歩かせて1ミリぐらい前に出します。さて、それから金槌で、掘っていきます。で、掘っていった後、まあ、のみを抜きたいんですけれども、このまま、こう、上に引っ張って抜くような形では抜かないでください。必ず、こう、材料に衝撃を与えて、のみを上に引き出す。こういう形です。これをよくこう押さえて手で引き抜こうとすると、引き抜いたハンドで自分の手をまた刺してしまうということがあります。なので、必ず、こう、材料をある程度入れた後は、材料の方を叩くと同時に、こののみを上に引き上げる。こういう力で、こういう風に抜いていきましょう。はい。では、ある程度掘れました。今度は反対側に行きます。はい。では、このように、毛引きで引いた線に合いました。そしたら、のみをよちよちよちと歩かせて、1ミリぐらい前に出してやると。で、これで掘っていってやります。そうすると、穴がもうすでに開いているので、すごい入りやすいですね。では、抜きます。同じように抜くときに、こうやって手で引き抜こうとするのではなくて、反動で引き抜きます。はい。で、こういう形で線が掘れました。そしたら、今度、今この上と下、どちらとも、こういう形で穴が開きましたので、その状態で初めて、この毛引きの線に合わせて掘っていってやります。まあなんでかというと、この、まだここの部分が多く残っているうちに、いきなりこの毛引きの線からやろうとすると、この
厚みに押されて、どん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 のみがこっち側にずれてきてしまいます。そうすると、せっかくここ、毛引きの線で、ここまで、ですよということで線が引いてあっても、どん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 こちらの方へのみが逃げてきますので、ある程度もうこっちが薄くて、もう本当に削って、削ぎ落とされるぐらいまでの薄さにしといてから、それから最終的にここを掘ってやるというふうにしないといけません。なので、ここの縦の部分は、2段階で決めると、思っていてください。じゃあこれで実際にやってみましょう。では叩いていきます。はい。で、のみを叩いているとわかるんですけど、どこまで入ったかっていうのはもしかしたらちょっと自分の感覚ではわかりません。まあ、ここに印をつけておいてもいいんですけれども、叩いているうちに、音が途中で変わります。その時に、おそらく下に何か硬いものにぶつかったという時に、のみのこの感触、もしくはその音が変わるので、それにも注意していてください。では抜きます。はい。もう一度、こっち側の方に戻してやってみましょう。はい。のみを毛引きの線まで合わせました。はい。では同じように、叩いていきます。音に注意です。今音が変わりました。この状態で、抜いてやります。そうすると、こういう形で、綺麗に、毛引きの線通りで、のみが入っていきました。はい。では、今度は、この横側、保存の幅を決めていきます。で、保存の幅に関しては、もう、このまま、一発でいってしまって構いません。なんでかというと、この木の繊維方向がこう、あるところに、のみを入れる分には、これが広がる分には、全然、なんと言うんでしょう。削れやすいので、のみがどっちかに押されて入っていくということはありません。じゃあちょっと実際にやってみましょう。奥側からちょっとやってみます。この場合はどちらからでも大丈夫ですね。この状態で上から少しずつ削っていきます。はい。で、この状態でも抜くときは叩いて抜きます。はい。では今度手前ですね。この毛引きで引いた線にピタッと合わせます。そこからずれないようにしっかり手でその感触を確かめながら上から打っていってやる。はい。で、ちょっとこういう風に抜いてみて。で、まあ、あとは書き出しですね。この先ほどののみでもいいですし、もう少し小さいのみをお持ちであれば、そういったもので、ここ、中に詰まった繊維を全部書き出してあげます。これで一回様子を見てあげましょう。深さがきちんと掘れているか、まっすぐ掘れているかの確認ですね。書き出したものを、こういう形で、落としてやります。で、まあ、例えば、この状態で深さを一回測ってみる。保存の長さは20ミリで決めましたので、今これを調べてみると、まだ全然ですね、他の部分がちょっと邪魔していて15ミリほどしか掘れていません。はい。なので、もっときちんと掘ってやろうと。で、こういうふうに一回ゴミを取ってやると、中がすごい見やすくなります。じゃあさらにどこまで掘ったらいいかというのがわかる形になるので、ではもう一度掘っていってみましょう。この長い方向からですね、縦の方向から掘っていきます。はい、これでまず繊維をしっかり切ってやりました。今度は反対側ですね。で、同じように、叩きながら抜いてあげます。はい。じゃあ、今度は横方向を叩いていきます。で、こう、取っかかりを、まあ、探してあげて、で、叩いていきましょう。
今度は反対側です。はい、こういう形でまたさらに深く掘りました。じゃあまたこれをこうのみのここのテコの原理でここのおでこの部分を壁に押し当ててこういう風に引っ掻くような形で繊維をボロボロと取ってやります。反対側もですね。で、テコの原理でこう押し出して吐き出してやると、そうするとさらにこれだけ取れました。はい、そうするとこういう形でぴったり予定通りの20ミリ以上ですね、こういう形で掘ることができました。はい、それではですね、手ののみで掘っていく方法というのをさっき見ていただいたんですけれども、僕ら、一般的に家具を作る工房を持っているという人はですね、こういう角のみ板という機械を使います。大型の機械になるので、なかなか一般では、購入が難しいという形になると思うんですけれども、ちょっとそんな方法も、見ていただきたいと思います。それでは実際にこれで掘っていきます。電源をオンすると、ドリルが回って、その周りの箱のみというものが、この材料をですね、四角状にこう切り取ってくれるというような形ののみになります。こういう形で線に合わせて貼っていくという形になりますね。で、幅を広げたければ同じように繰り返し、取ってやるというような形になります。手ののみに比べてやっぱり機械ですので正確にスムーズにこういう形で穴を掘ることができます。はい、これでこういう形で合掻きと呼ばれる部分の墨付けと加工の方に入っていきたいと思います。